八神さん、先日お話ししました新たな潜入候補の部活の情報がまとまりました。時間のある時に部室に来ていただけますか？了解。今度は何だろう。はい、どうも、出来心です。今回はロストジャッジメント YouTube で言うと11回目やっていきたいと思います。前回までのプレイで言うと、まあこのロストジャッジメント、まあ学園内でいろいろできるユースドラマっていうのがあって、この学校の中にあるダンス部にパパ活をしている女子だとか、なんだ、不登校になってる女の子だとか、校内の生徒たちの身の回りであるちょっとした問題を少しずつ探偵として解決していくようなことをしていって、で今さっきちょっと天沢さんっていうこのミステリー研究会の中にいる女の子になんか LINE かなんか送られてきて、ちょっと別の部活にも潜入捜査してもらえませんかっていうメールが来て、今天沢さんのところに来てます。ん？お、お、伊藤くらも来てたのか。どうだ、見つけには慣れたか？はあ、来た。早いなお前。飽きた？早くないか？だってもう部室の方全部読んじゃったからやることないんだもん。え？え？もう？彼女本読むのが早いんです。速読の達人？もしかして瞬読とかしてる？へえ。糸倉にその特技が。あのさ、まさか先輩、ミステリーがないと見つけの活動何もできないんだけど、学校来る意味なくない？はぁ、また本買ってこないと。今月の部費ガツガツなんだけどな。え、部費ってどこから出てるんだろうね。部費。天沢。ね、天沢、何やら相談があるみたいだが、またプロフェッサー関連？ええ。ええ。今回も飛行に関する調査の相談でして、八神さんにはロボット部への潜入をお願いしたいのです。ロボット部？はあ。何ロボット部って。何？なんか全国高校ロボット甲子園みたいなのに出場する的な感じなんかな。ロボット部か。詳細を聞いてみよう。ロボット部について、それ聞く必要ある？普通に喋ればよくない？星稜にロボット部があるんだな。数年前にロボット好きな生徒たちが趣味で立ち上げた部活のようです。最近ではロボットコンテストなどにも出場しているようでして。ある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 、 NHK とかでよくあるやつよね。ある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 。それってロボット使ってサッカーとか玉入れとかして競い合うやつだよな。それ NHK のやつ。キムタク見てんだ NHK。 はい、受信料払えよ。そうですね、毎年様々な団体がオリジナルルールで開催してるようです。星稜のロボ部が毎年出場しているのは RE ロボコンテストという企業主催の大会です。高専や大学のロボ部や社会人グループの参加もある大規模なもので、高額な賞金も出るんです。いくら出る？いくらかにもよって気合い入れるよ、マジで。はい。そんな大会に普通高校のロボ部が出場するのか、なんだか苦戦しそうだけど。ええ、実際毎年苦戦しているようです。予選敗退ばかりだと聞きました。あー、なるほどね。まあちょっとこう、何高専だとか、そういったところには劣るんだね。普通高校のロボ部だと予算も限られてますし、技術や知識面でも大学生や、高専の学生に比べるとどうしても不利ですからね。ですが、ただそんな弱小だったロボ部も、一人の転校生が部長に就任したことで大きく躍進することになりました。え、そんな一人天才肌のやつがいんの？沖手川ドームという2年生です。ああ、また覚えづらい名前来た。沖手川ドームロボット部について聞こう。沖手川ドームさん、沖手川くんは2学期になってから県外の高校から転校してきた子です。ああ、もうなんか本当にロボット部って感じの顔してんな。前の高校でもロボ部に所属しており、転校前のロボットコンテストでは優秀な成績を収めたらしい。そんな彼が入ってきたことで、予選敗退ばかりだったロボ部は大きく変わりました。沖手川くんは大人も顔向けのマネジメント能力とプロデュース能力を持っており、ね、それ関係ある？なんか工作技術とかじゃなくて、マネジメントとプロデュースって芸能界入りするんですか？はい。
弱小だったロボ部に確信を起こしたのです。なるほどな。なんだって確信。例えば商店街を口説き落としてスポンサーにし、部費で賄いような、まちゃっぱっぱっぱ部費で賄いないような予算を引っ張ってきたり、部内でもバッチリスケジュール引いて開発の合理化や効率化を一気に進めてたそうです。へえ、ここでそこまで。それは確かにすごいな。うん、結構敏腕だね、やり手だね。うん、プロフェッサー、そこ関係ある？ロボット部にプロフェッサー関係あんの？まあ、ちょっと今までのプレイ見てない人で分かんない人に言うと、このプロフェッサーっていうのはミステリー研究会が追ってるなんか裏の組織のなんか住人みたいな感じの人のなんか裏名義みたいなのがプロフェッサーって呼ばれてるのね。でそのプロフェッサーっていう人たちを探すためにダンス部に入ったり、ロボット部に潜入捜査をしてっていう風にこの木村拓哉に頼まれてるっていうのが、まあ主なユースドラマってやつのストーリーだから。うん、ところでそのロボット部とプロフェッサーがどう関係してるんだ？矢上さん、最近一人称でロボットによるひったくり事件が多発してるのをご存知ですか？そんなこと起きる？ロボットに負ける人間大丈夫なん？一人称歩いてると突然ロボットが走ってきて高級なバッグをかすめ取り逃げていくそうなんです。いや俺は聞いたことないが、ロボットがそんなことを？ええ、そのロボットには機械式のアームがついていて、バッグなどがっちり掴んで逃げていくらしいんです。怖いわ。しかも大変素早く小回りも効いて、人間が通れない狭い隙間など、縦横無尽に逃げていくとか。あー、なるほどね。人間のひったくりによりよっぽどやばいそうだな。盗まれるのは大金の入ってその高級バッグばかり、中には100万円超えるバッグも。マジエルベス、それかな、エルベスかな。すでに被害額は数百万円に上るとか。数百万円の被害がある、それはやばくないか？でも他の高校なんじゃない？なんとか川くんがそんなことする。でそのひったくりロボット事件の犯人が清涼ロボ部にいるってのか？根拠あるんだよな。実は私、ひったくりロボットの逃走ルートでこのボルトを拾ったんです。桜のマークがついてる。これ清涼ロボ部が使ってたボルトなんですよね。え、なんだって？なんだって？ボルト、ウサインボルトかな、うん、ごめん、なんでもない。このボルト、確かに清涼ロボ部が使ってたものなのか？はい、はい、間違いありません。もともと一人称の、町工場が特注した製品なんですが、発注した工場が倒産して引き取り手がいなくなったそうで、それを清涼ロボ部が安く大量に買い取った。ああ、なるほどね。なるほどだからロボ部が疑われているわけか。それと、盗品が半グレの資金源になっているという噂もあるみたいなんです。大変。まあ盗品の通常ルートじゃ売りさばきにくいだろうからな。そして飛行をしのぎに利用する半グレといえば、プロフェッサーや新共浜同盟が浮かび上がります。で、分かんない人に説明すると、新共浜同盟っていうのがジャッジアイズの時にいた、まあ共浜同盟っていう、まあ、グループがいて、まあそれはこうカムロ町って、東京の方のカムロ町の町で組織されてたグループなんだけど、まあ今はあの新京浜同盟って言って横浜中心に動いてる組織なんだよね。でその人たちとプロフェッサーって人が関わってるんじゃねえのかみたいなのが浮き上がってきたるってことだね。真の名探偵ならばミスケンとしては無視するわけにはいきませんね。さあ、これで要件は終わった。とりあえずロボ部に近づいてみるか。口実が必要だよな。外部指導員ということでお願いします。理事長に許可をいただいてますので。相変わらず手際はいいことで、にしても理事長はよく許可してくれたな。実はロボ部は顧問の先生と大変仲が悪く、間に立って面倒を見てくれる方を探していたそうなんです。あ、そうなんだ。うん、天沢かわいいな。その対立の原因まではわからないのですが。へー、なるほど。だったらすんなり受け入れてもらいやすいかも。ですが、ただですね、顧問との不仲のせいでロボ部の生徒、大人全般に不信感を抱いているらしい。ああ、あったあった、そういうのあったよ。なんか大人たちが信じられなくなっちゃったっていうような時あるよね。それでさ、
なんか移行に走ってなんか窓ガラスバンバン割ってたっていうことはしてないよ俺はね。ですのでもしかしたら八神さんにも拒否反応を示すかもしれません。そっか、信頼得るのにちょっと手こずるかもな。天沢早速部室に向かおうと思うが、ロボ部の部室はどこ？東棟4階の端っこの方にあります。よし、早速顔出してみるか。顔出してみよう。へめ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 、みんな窓ガラス触っちゃダメですよ、うん、ということで今からロボット部に向かいます。ロボット部が4階の、あった、この部屋だね。レッツゴー。ロボット部発見。ここがロボ部か。どうも。ん？今日から外部指導員することになった八神だけど、部長はいる？急に話し出すな。私が部長の沖手川ドームです。沖手川理事長から話は聞いています。おお、そっか、フルボイス。それじゃあ話が早い、これからよろしくな。よろしくな、なんでガッツポーズは。そのポーズはおかしくねえか。もう嫌ってる感じか。早速スルーか。なるほど。八神さんでしたっけ？八神です。一つお聞きしたいことが。何、そのメガネ。ロボットに関しての知識は？特にないです。特にないけど。またこれだよ。ん？八神さん、理事長に頼まれたのでしょうが、我々としては外部指導員など必要としていません。え？我々は我々だけでうまくやっていますので、部活に来ていただかなくて結構です。うわうわわ、門前払いってか。困ったなこりゃ。沖手川くんだっけ？沖手川くん、一応俺も仕事で来てるから必要ないって言われても困っちゃうんだよね。そうだね、君たくの立場からしたら邪魔はしないからさ。時々見に来てもいい。さすがに顔出さないでいると理事長に叱られるだろうし。ちょっと放任主義で行く感じ。まあ邪魔をしないのなら。それじゃあ改めてよろしく。徐々に受け入れて。ねえ、手前にいる一人、お前銀シャリにいなかったかな。とりあえず挨拶があったら部員たちに話しかけてみるか。ねえ、お前ちょっと銀シャリにいない？ねえ、お前銀シャリだろその格好なあ。銀シャリ。外部指導することになった八神だ、よろしくな。銀シャリにいたよな、名前なんだったか忘れたけど、銀シャリだこいつ。無視かよ。君名前は？高森しおん。意外とかっこいい名前してんだな。工作担当。ん？工作というと？設計図をもとに、ロボットを組み立てるんだよ。へえ、組み立ては面白そうだな。今作ってるのはどんなロボット？あの俺忙しいんだけど、銀シャリのコントがか、漫才がか。ああ悪い、邪魔したな。作業に戻りますんで。お前舌打ちしたな、お前てめえよ。邪魔したなってごめんって謝ってんだからいいじゃねえか、舌打ちしなくてやな。打ち解けるには苦労しそうだな。とりあえず漫才やったらいいんじゃない、八神氏。よーし、こんちゃ。どうもはじめまして。こんにちは。あ、この子は礼儀正しいんだ、おとなしそうだね。ほんと八神だ。ねえ、そんな言い方しなくていい、多くない？俺は八神って言うんだ。ミスケンでも指導員やっててね。君の名前は？車崎哲郎です。車崎哲郎。わあ、また覚えづらい名前だな。車崎哲郎な。なあ。何作ってるの？設計図です。僕、設計担当だから。ああ、こいつが要なのね。このロボット部の要になりそう。へえ。そうなんだ。今描いてるのはロボットコンテスト用のもの？はい。はい。すごいね。これ君が描いたんだ。あ、はい。
てん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 なんでそんな黙っとん。シャイな子なのかな。じゃあ他の人喋ってみようか。おかしいな、なんで動かないんだろう。こんにちは。あ、ヤガミだ。俺はヤガミってんだよ、よろしく。君は？その1年のさくらデントです。さくらデント、さくらデントな、やっべマジで覚えきらん。登場人物も4人出てきとるから、もうマジで覚えきらんだから、やばくない？ロボットのプログラムを担当しています。プログラミングするんだ、すっげえな、1年生で。ところでなんか困ってたみたいだけど。はいはい、ロボットのプログラムが動かなくて、どうしよう、また部長に怒られちゃうよ。まあ敏腕の部長の前ではちょっとな、怒られちゃったらこうタジタジになっちゃうんだろうな。さくら君かなり困ってるみたいだね。実は僕プログラムまだ始めたばっかで、でも教えてくれる先輩もいないんです。そっか、なんとか力になってあげたいけど、プログラムは門外漢だからな。それだけかよお前、それだけかい。言うてね、聞いて、死にかけないよね、もうキムタク。ちょっと日本酒飲もうか。あ、ちょっとダメだ、プレミアムボス飲もうか。サントリーイエモン飲もうか。これでちょっと死にかけじゃなくなった。いっか、ちょっと酔っ払ってきたけど、ちょっと話そうか。おい、おっとっとっと、ごめんな。なあね、君は何してるのかな。ちょっと酔っ払ってるよ。アジャイル開発を進める上での、マイルストーンと作業フローの設計です。あー、出た出た、横文字ばっか使って何言ってるか全然伝わらないやつ出てきた。起きてがわ。ん？ん？アジャコング何だって。アジャイル開発です。ソフトウェア開発の現場なので、近年取り入れられてる最先端の開発手法ですよ。まあ俺はね、アジャイル開発、もう前から知ってたけどね。まあ誤解を恐れずに言えば、ぶっつけ本番で完成形のモデルを作るのではなく、試作とテスト改良を繰り返し理想型を目指すやり方です。ああ、それがアジャイルなんとかって言うんだよな。アジャイル開発だよね。知ってた知ってた。知ってた知ってた。俺はお前がその青眼鏡してるのここの部室に来る前から知ってたかんな。何でもお見通しだぞ、こっちとら。従来のウォーターフォールモデルに比べると短いスパンで開発サイクルを組むことができるのです。ウォーターフォールってあれやろ、なんかアミューズメントパークとか、なんかプールとかにある、なんかあれ水じゃ流れて、その中にこう水着でシューンって降りていって、バシャバシャってなるやつやろ。そっちがカタカナで来るならこっち擬音で行くからな。なんか難しそうだな。まあそうですね、この開発モデルのオペレーションは高校生には難しいと思います。じゃあなんでやらせてんだよ。非常に高度なマネジメント能力が要求されますので。ただ今回の大会では試合相手に応じた柔軟な仕様変更が求められているため、あえてこのモデルを採用しています。実は今日もこの後試作機による練習試合があるんです。そこでの結果を受けて今後の設計方針を検討するつもりです。なんだかとっつきにくそうに見えたけど、意外と乗ってくるな。なになに、なんでその目が点になった。いいですか、八神さん、先ほど約束してくれましたよね、邪魔はしないと。あれだけ得意げに話しといて、そりゃないよねえ。せっかく話聞いてあげたのに、もう八神氏は聞き上手なのにね。さあ、ロボット部のメンバーと話しました。みんななんとなく距離を感じるな。ダンス部とはノリが違う。まあダンス部は女子だからな。それキムタクのこう何容姿を見たら、そりゃちょっと女子寄ってくるかもしんないけど、ここはそういうやつらじゃねえかんな。もう男男しい。お？時間だな。何？何すんの？
お、なんかあるな。試合の時間です。練習試合です。ああ、さっき言ってたやつね。練習試合でデータを取って改良を重ねていくんだよな。ええ、なあ、俺も見学に行っていい？ええ、今のええ、ちょっとテンション低かったな。ごめんね、ごめんね。まあ、俺八神の代わりに謝るよ。ごめん、邪魔をしないならば、うん、邪魔しない程度に行くさ。もちろん見学するだけだからさ。ち出た、銀シャリ。お前お前のあだ名はもう銀シャリな。銀シャリで決定だかんな。もう高森って設定呼ばねえから。呼んじゃった。なんか嫌われてる。何ここ、え、なんだこりゃ。俺もそう思った。キムタク一緒だな。俺はキムタクと同じ思考でゲームができるのに喜びを感じてるよ。はい。RE ロボコンテストの試合はこの専用フィールドを使って行われるのです。うん、RE って何ですか？レッドエンジェル、ポケットビスケッツ、懐かしいと思ったやつは同世代。うん、へえ、本格的だな。三谷西高の松永です。今日はよろしくお願いします。星稜の沖手川です。よろしくお願いします。何その着信音。マジかよ。え、マジで。高森、どうした。おいおい、水崎が部活来れなくなったって。何、なんだと。どういうことだ。陸上部の練習で突き指したらしい。うわー、ロボット部と陸上部掛け持ちするやつってどんな。ねえ、振り幅すごいな。まずいな。だから大会前はロボ部に専念してほしいとあれほど言ったのに。なあ、どうしたんだ。実は水崎は陸上部の男でして、ロボットを操縦するオペレーターをゲストとして頼んでいたんです。その子が突き指しちゃって操縦できないってわけか。他の部員は操縦できないの？うん、いや、それはおっと、ね、僕、無理無理、僕下手くそですから、勘弁してくださいよ。僕もどんくさいから。確かにな、確かにちょっとどんくさそうっちゃどんくさそうだよな。車好き。ロボットはいわゆるラジコン操作ゆえ癖がありまして、経験のある部外の水崎に頼んでいたのです。へえ、そうだったのか。って考えたらラジコン操作といえばドローン操作したことある八神氏、これ出番なんじゃね。はい、仕方ねえな、俺がやろうか。おー、出た出た、銀シャリ、銀シャリじゃねえ、銀シャリ。あ、銀シャリ。いや、いや、高森はないな。なんでなんでな、なんで銀シャリには冷たいん。はあ、あ、なんでだよ、うん、それだ。お前はすぐカッとなる。試合で感情的になられたら困る。偉そうにならねえや。ラジコン操作か。だったらなあ、俺がやろうか、オペレーター。何、え、八神さんが。実は俺仕事でドローン扱うことが多くてね、ラジコン操作には慣れてるんだ。なるほどね。ドローンをどのくらいの経験が。かれこれ5年くらい使ってる。かなり繊細な操作もできるつもりだ。おいおい、いや無理でしょう。何言ってんだか。いや、っていうか高校生のまあなんていうの、その大会みたいなの出るのに先生が出ていいの、そもそも。でもまあ社会人も出るって言ってたから関係ないのか、その辺は。てん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 、お願いします。わかりました、八神さん、オペレーターお願いします。マジか、やっぱそういう展開になるよね。こっちのドローン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 のねえ、経験を生かしてやっちゃおうかんね。よろしく。はあ、はあ、沖田川てめえ、おいおい、銀シャリも切れてる。もう本場のあの漫才のツッコミ張りに切れてるよ。最適解だな、最適解だ。これが今取り得る最善策。わわわ、出た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 、気取ってんなよ、沖手川。ふざけんな。いやいや、なんでそうなるんだよ、部外者だぜ。だったら俺が。消去法だ、消去法だ。おい言われてる。おい、いや、この人先生ですよね。
いいですか。 RE ロボコンテストは社会人の参加も認められている。何ら問題ないはずです。そうだね、さっき言ってたもんね。そりゃそうかもしれませんけど。沖手川、沖手川、操作方法を教えてくれる？ええ、もちろんです。そんな面と向かって割とロボ部にしてはガタいいよな。沖手川なんかやってた？柔道かなんかやってた？松永さん、5分ほど時間をもらいましょう。え？ええ、いいけどさ。青と赤の2チームに分かれて互いの3台のロボットを用いて対戦する陣取りバトルアクションゲーム。複数のパネルで構成されたバトルフィールドに出現するブロックを獲得&配置していき、自チームの陣地を拡大していきます。勝利条件以下いずれかの条件を満たすと勝利になります。ゲーム終了時の陣地獲得パネル数が相手より上回ってる、敵チームの拠点を、自チームの陣地にする。勝利品の獲得、試合の、種別に問わず勝利すると戦利品が獲得できる。なるほどね。拠点はゲーム開始時の初期位置、ロボットの撃破時の復帰地点です。ロボット撃破、ダメージを負い撃破されたロボットは自チーム拠点に、強制で戻され一定時間ゲームに復帰できません。なるほど。急に始まる？では矢上さん、私からロボットの操作方法を説明しましょう。さあ説明が入るよ。ほむ、ああよろしく頼むよ。ロボットの操作といっても、昨今の技術の発展によりスマホを使って全ての機能をコントロールすることができます。スマホ操作ね。分かった。じゃあ本当にドローンの仕組みと似ているんだな。それならなんとかなれそうだ。試合では八神さんが操作するリーダー機の他に AI 制御の2台を加えた3台でチームを構成するのですが、時間も限られているのでリーダー機だけを使ってロボットの基本操作を覚えていきます。了解。では早速ロボットの移動操作についてレクチャーしましょう。なるほど。ロボットマーカーが表示されている位置まで移動させよう。うむ、ほうほう、あこうね。でサクセス、シャンプーかな。では続いてブロックの獲得と配置についてレクチャーします。なるほど。相手より多くの陣地パネルを獲得したチームが勝利となるルールですから、最も重要なテクニックだと言えます。ブロックはバトルフィールド上に決まった位置に出現します。まずはロボットをブロックの位置まで移動させてください。ロボットをブロックが出現した位置まで移動させよう。あ、これね。これでブロックを獲得できました。ふむふむ。なお味方機もブロックを獲得することができますが、獲得したブロックはリーダーキーに自動で受け渡されます。あーなるほど。これはブロックを配置できるのがリーダーキーのみというルールのためです。ふむ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 。ではブロックを配置しましょう。ブロックは自チームの拠点か自チームの陣地に隣接している場所に配置する必要があります。言葉で説明しても分かりづらいかもしれませんが、実際にやってみましょう。 OK、 ブロックを配置、こうかな。おー、なるほどね。お見事です。なお、ブロックは自チームの陣地をに重ねて配置することができないので、ブロックを配置するときになるべく隙間が生まれないよう意識してください。 OK、 わかった。次に敵の陣地の奪い方をレクチャーします。ブロックを置く場所が自チームの拠点か自チームの陣地に隣接していれば、敵の陣地上にブロックを配置することで相手の陣地を奪うことができます。実際の試合では陣地の奪い合いがメインになりますから、勝負を決めるテクニックといって過言ではありません。こちらも実践してみましょう。ふむ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 。ガイドに合わせてブロックを配置、相手の陣地をダッシュしましょう。ん？ここかな？
ふむ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 。続いてロボットの攻撃とダメージについてレクチャーします。このゲームにおける攻防は陣地の奪い合いだけではありません。ロボットに装備した武器で敵を攻撃することができます。矢上さんが操作しているロボットにはドリルが装備されています。目の前にいる敵に体当たりするように攻撃してみてください。さあ攻撃ね。うわー、なるほど。撃破されたロボットは強制で拠点まで戻されます。そして一定時間ゲームに復帰できないペナルティが課される。なるほど。試合が終了するまで決して気を抜かず、できる限りリーダーキーが撃破されないように注意してください。むずない？よし、基本操作は大丈夫そうだ。これはいけるかもしれないだろなあ、そろそろいい？ちょっとお前も銀シャリに見えなく見えないな。うん、ああ、お待たせしました。矢上さん、あなたの実力見させてもらいますよ。おう、任せておけ。じゃあやるか、ロボット。ちょっとよくわかんないけど、えめえめ、やってやるぜ。かわいいなロボット。ちょっとロボットかわいい。何その動き。じゃあまずどこに動けばいいのかな。あそこに出現するのかな。オッケーオッケー。うわ、やべ、取られた。これはどうだ。なるほどね、これで取るんだ。いけ。オッケーで、隣接するところに、自分の陣地の隣接するところに置く。ここかな。問題ない。なるほど。よしよしよし、オッケー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 。いいね。で、これでこれ向きとかあるんかな。まあいいや。いいね。やばい、取られた。あ、取った、ありがとう。ということはこう置くんかな。ちょ、何しとお前、お前マジで邪魔。何しと。認めざるを得ないね。で、うわ、取られた。しまった、待って、あいつぶっ倒そうぜ。よし、ナイス、取った。これどうすんの、どうすんの。立て直すんだ。これで、なるほどね。なかなかの腕だ。こういうことね。わかったわかった。もう要領はつかんだぞ。いいね。オッケー。で、次は？ちょ、どっけお前。どっけお前。マジかよ。こうだな。よし。これどうだ？いける？これ買ったんじゃない？こうか。よし、最高の気分だぜ。最高の気分だ。まあ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 、俺から言わせたらね、こんな楽勝ですよ。古い回路、濁ったガラス板、これいる？よしよしだけ言うな。よしだけ言うな。その続きなんか言ってくれ。嘘だろ。おい、勝っちまったのか。すごい、初めてなのに。てん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 。どうだ、なかなかやるだろう。俺も、うん、これは思った以上に、もしかしたら水先以上かも。おなんか好評か。マジかよ。おい、起きてがわ。お前まさかこの人で大会に挑むつもりじゃねえだろうな。高森、お前は銀シャリに似てるな。それが現状を取り得る唯一の手段だ。うん、それとお前は銀シャリに似てるな。納得いかねえ。水崎はどうなんだよ。仲間思いかもしれないけど、お前は銀シャリに似てるな。消去法で降りてもらう。もういいか。はあ、なんだと。やつはかねてから村っ気があった。安定しない。おい、いやいやいや、だとしても順番ってもんがあるだろ。なんで今日入ってきたばかりの部外者に。最適解だ。はぁ、あ、はぁ、あ、起きてがわ、さすがにその水先ってこう蹴落として俺がやるのは。実は彼もオペレーターはいやいややっていたのです。陸上部に集中したようでして。え、そうなの。はい、かねてからロボ部を抜けたがっていたので、だから正直
大会のオペレーターは任せたくなかった。へえ、そうなのか。だったらまあいいのか。ということで八神さん、お願いします。今後ともよろしくお願いします。手のひら返しすげえなお前、起きてかわなあ、起きてかわてめえ、なんで青い眼鏡してんだ。ああよろしく。俺は認めねえぞ。キムタクが銀シャリの相方絶対に認めねえからな。漫才なんてしねえかんなって顔してんな。ひとまずロボ部に入り込むことは成功か。全員歓迎してくれてるって感じじゃないかな。なんとか部員たちの信頼を勝ち取って情報を引き出さないと。とその前に天沢に結果を報告しておくか。ロボ部に受け入れてもらうかもらえるか心配してたみたいだし。なるほどね。OK、 ユーストラマ進んでいきます。ということでじゃあ向かってこう。さあミスケン、ミスケンはここですか。ミステリー研究会に到着。何すんの糸倉さん、何してんの、うんうん、すごいね、曖昧な言葉で検索できるんだでしょ。もっとデータベース充実させて作家とかに売れないかな。何してん何してん何してんなあ、どうしたんだ。実は糸倉さんがミステリーのトリックを検索できる辞典を作ったんです。すごくないそれ最近の高校生ってそんなもん作れんの。んトリックの辞典、パソコンで。まあね。そう、物質の本読み切っちゃって暇だから読んだ本のトリックまとめてみたんだ。でもただまとめても芸がないし、アプリにしてみた。テキストベースの簡単な辞典だけど、すごいですよこれ、密室とか心理トリックとかいろんな基準でトリックと作品をソートできるんです。へー、なんかいろいろカタカナ多すぎて俺ついていけれんだけど、どうしたらいい。そんなことまで。はい、それに割と曖昧なワードでも検索できるんです。動物とか紐とか氷とか。ミステリバリアならお金払ってでも欲しいかも。糸倉、糸倉お前プログラムとかできるんだ。え、当然でしょ、授業で習うしみんなできるよ。いやだからってここまでできないよ。ということはこのプログラムの技術をロボット部に連れて行って糸倉の技術使わせるみたいな潜入捜査。おい糸倉。んー、あそうなんだ。糸倉にプログラムスキルがね。そういえばロボ部のさくらくんがプログラムで困ってたな。糸倉に教えてもらえないかな。なあ糸倉、ロボ部に興味ない。はあ、はあ、何それ。実はロボットのプログラムで困っている子がいてさ、教えてくれる人がいると助かるんだ。お断り。興味ない。ああ取り付く島もないな。何何。さあロボ部のことを報告しに来た、うんうん、そうですか。警戒されてはいるものの沖手川くんの信頼を得ることはできた。うん、どうだかな。沖手川からしたら都合のいい手駒が手に入ったぐらいの認識かもしれない沖手川くんならそうかも。でもこの調子で部員の信頼が得られればプロフェッサーの手がかりがつかめるかもしれませんね。ね、おそうだね。ロボットでひったくりをするっていう事件のね。ねえ天沢先輩、そのプロフェッサーってのだけど、ん、ん、何、あのさ、そもそも捕まえる必要ってあるのかな。ええ、なんか確信つかれてる感。だってどうせ騙されるのは不良ばっかなんでしょ。だったら放っておけばいいんじゃない。わー、ちょっと考え方サイコパスバカな連中が消えれば少しは学校も過ごしやすくなるかもしれないじゃん。糸倉さん、糸倉さん、なんでそんなこと言うの。言っとくけど天沢先輩、言っとくけど私バカを救うための探偵ごっこになんて付き合うつもりないから。どちらかというと正規ぶったて名探偵よりモリアーティとか怪人二重面相とか悪役の方が好きだし。てん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 、やばいやばいやばい、もう部室内に隠出できてるなあ。まあまあそこは考え方の違いってことで糸倉も天沢が頑張ってることをコケにしない。はい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 、八神先生、それに前にも言ったと思うがお前もミスケの一員なんだ。必要なら調査に協力してもらうぞ。え、え、そのびっくりの仕方にこっちもびっくりしたわ。え、そうだよ、ただで最新のミステリー読めると思わないでね。糸倉さん、今月の部費あなたの読むミステリー代で全部消えてんだよ。
働かざる者ミステリー呼ぶべからず。あーなるほどね、うまいこと言ってんのか。全然うまいこと言ってねえな甘さは。ちょっとミステリーを人質に取るなんて卑怯。さて本人は気が向かないようだが、なんとかして糸倉にロボ部の調査に協力してもらいたいな。後でまた誘ってみるか。 Go to ロボット部。ロボット部に出発。ロボット部、ロボット部、ロボット部はトイレの横にあるここ。さてみんなやってるかな、うん、よし。中森も、車先もスケジュール通りか。さくら、さくらはどうだ。先月のバグは片付いたか。胴体が動かなくなるバグが報告されていたはずだが、あ、いえ実はまだ治ってなくて、はあ、また報告なしか。これで3回目だぞ。ほうれん草は徹底するようにって言ったはずだ。そうだね、報告連絡相談、まあ大事だけどな。ちょっと沖手川くんのちょっとそのキャラ言いづらいんじゃないんかな。すみません。ほうれん草ね、なんか会社みたいだな。沖手川。よ、沖手川、なんか手伝うことある？手伝うこと、そうですね。ではロボットのカスタマイズをお願いしましょうか。ん？カスタマイズ？いいですか。ロボットのパーツ構成を変更することで性能を調整することができるんです。パーツをね。へえ、そんなことが。起きてから、この人ロボットは素人だぞ。なんでカスタマイズまでやらせんだよ。え、なツッコミそれ。え、銀シャリそれツッコミ。動かしやすさというのは理論ではなく感覚の話だ。実際に動かすオペレーターの意見を取り入れるのが早い。いや、だからってな、おかしいだろ、いきなり任せすぎだろ。いや、だからそれツッコミ。ねえ、ツッコミ下手になった銀シャリ。高森。いいか、高森。オペレーターにとってロボットのパーツはアスリートにとってシューズやウェアのものようなものだ。より動かしやすく、戦いやすいパーツはオペレーターだからこそ感覚がわかるというもの。だからこそ清涼ロボット部は代々オペレーターからフィードバックを大事にしてきたはずだ。確かにそういうフィードバック大事だね。おいおい、なんでそんなカタカナばっか使うの。起き手側。そうだけどよ。最適解だ。最適化だよ高森。ち、分かったよ。くそ。八神さん。何はともあれ八神さん、やってみましょうか。何をやるの？カスタマイズ。うわ、なんかちょっとめんどくさい項目たくさん出てきてんだけど大丈夫よこれ。カスタマイズトレーニング試合開始。それではロボットのカスタマイズについてレクチャーします。ああ、カスタマイズでは新しいパーツを開発、新しいパーツの開発を行うパーツ開発と、ロボットのパーツ構成を変更するパーツ組み替えを行うことができます。早速カスタマイズを進めていきましょう。まあ、ややこしいこれ。おい銀シェル、お前何座りっぱなんだお前本当に。まずは現在ロボットを構成しているパーツよりも性能の高いパーツを開発しましょう。さあ何を開発するのかな。新たな パーツを開発。パーツの開発には素材と費用が必要になります。素材は試合に勝利すると戦利品として獲得。八神さんがお持ちの品を、素材として活用できるかもしれません。不要なものがあればぜひご提供ください。ちょっと待って、そういえば横浜の人にプラスチックたくさんもらってた記憶あるからプラスチックあげるよ。費用に関してはロボット部の活動費で賄います。開発の判断は八神さんに お任せしますが、活動費には限りがあるのでご注意ください。今回はロボット部の方で用意した素材がありますので、お好きなパーツを開発してみてください。んー、どれ。あ、これね、バッテリーバランスモーター。やっぱりね、バランスを取るためにモーターは必要だと思うよ。まあ、N っていう文字はね、やっぱノーマルだから大事。何が大事か全然わからん。全然わからん。能力値が全然わからんねえけど、どうしたらいいねこれ。ねえ、起きてかわくん、何作った、なんで光ってる。魔法使いなんですか。なるほど、今の期待にかけてるのはそちらのパーツでしたか。え、待って、何このさ、何、俺モンストかなんかやってんのかな。ちょっと ガチャ引いて、なんか何、レアなカード出てきましたみたいな、そんな感じになってるけど大丈夫これ。では開発したパーツを組み込んでいきましょう。どこに組み込むんかな。ね、パーツ組み替え、これな。八神さん、新たに開発したパーツをロボットに組み込んでください。
スピードモーター、これじゃないかな。バランスモーター、サクセス。だからそれシャンプーなんよ、サクセスは。何？なるほど。なるほど、こんな感じでやるのか。練習試合の結果を受けて必要な対策を検討し、今後の開発方針に修正を加えていきます。八神さんの方でも作りたいパーツがあったら言ってください。車崎が設計してくれます。へえ、なるほど。ロボットパーツの構成を変更できます。パーツのコスト合計値が条件コストを超えてしまうと、ゲーム中ロボットのパフォーマンスが著しく低下してしまいます。素材と費用を消費して新規パーツを開発できます。費用はロボット部の活動費から差し引かれるため、八神の書式には影響ありません。これさっき今説明あったよね。ってことはロボットの性能は車崎くんの設計の腕にかかってるってことなのかな。いえ、そんなんじゃ、僕は部長の言われた通り設計をしてるだけですし。ん、そうなの。ま、何はともあれ君にはいろいろと作ってもらうことになりそうだね。よろしく。はい、あ、はい。やっぱシャイな子みたいだな。さあこれでちょっと活動が上がったのか。なんだ今のティロンって音。今のティロンって音何？ティロンって音何？何？誰？あ！まったく。まったく、あの生意気なロボットオタク、勝手に外部指導員なんて雇って。あ、この人がもしかしてこのロボット部の顧問なんだ。あ、反りが合わないってそういうことなんだね。うんうん。あ、確かに合わなそう。ちょっとね、唇熱いもんね。うん。ん？あなたは確かミスケンの八神です。八神です。ロボット部でも外部指導員を始めまして。あ、あらら、それじゃあなたが。ちょっとお前照れてんな。おっと？おっと？おい、若い女教師。なあ、生意気たくの顔見て今それ照れてるよな。ちょっと笑顔作ってるよな。そういうことだよな。アクタゆかりです。一応ロボ部の顧問でして。いきなり取り繕う、さっきまでブチ切れてたよね。あのロボット部の部員ムカつく的な感じのこと言ってたよね。でも取り繕ってる。はい。ところでロボ部に用でしょうか。外部指導員を入れると知らされてなかった感じですか。聞かれちゃいましたか。そうなんですよ。ひどいですよね。わわ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 、味方につけようとしてる。おい、キムタクがイケメンだからってお前な、味方につけようとすんじゃねえよなあ。でもちょっとスタイルええん。 あ、そうだ、指導員してくださるならちょっとお話しませんか。その辺でデートのお誘いですか。しょうがないな。じゃあ10分程度ですよ。ええ、お願いします。俺も顧問の先生に話を伺いたいと思ってたので。何、どんなデートするんだろう。告白待ってます。八神先生、この時間なら生徒もあまりいないんで落ち着いて話をするにはもってこいなんです。あ、生徒がいない落ち着いた場面で。なるほど、分かった。ちょっと心の準備するわ。うん。さて、これなんて読むやったっけ。何先生って読むか忘れちゃった。なんとか先生にロボ部について聞いてみましょう。顧問とロボ部の確執。ロボ部の生徒と顧問の先生はあまり仲が良くないとお聞きしましたが。ええ、そうなんです。私がたまに部活に顔を出してもほぼ無視なんですよ。腹が立つったらありゃしない。どうしてそんなことに。私が RE ロボコンテストに出るのを反対してるからなんでしょうね。いや、そりゃさ、ロボット部っていうぐらいだからコンテストに出たいっていう気持ちはまだわかるや、教師だったら。反対？どうしてですか？あれは本来うちみたいな普通高校のロボ部が出てどうにかなる大会じゃないんです。出ても恥をかくだけです。これ芥川龍之介の芥ってこと？芥田先生ってこと？そういうことかな。出場校や、高専や大学、企業の研究者ばかり、いずれも高度な専門知識と予算を持った人たちですが、去年までもロボットコンテストには出場してたんですよね。それはお遊びだからまだ良かったんです。でも沖田川君は違います。
彼が部長になってからスポンサーまでつけちゃって、それで参拝なんかしたら世間の笑い者ですよ。なるほど。なるほど。しかも最近は大会の準備とか言ってみんな夜遅くまで残るんです。顧問の私だって彼らに付き合って残業する羽目になりますし、そのくせ残業代なんて出やしません。そうだよな、まあ先生側の気持ちもわからんくもないんだよな。だ今このさ、ねえ 部活動をさ熱心にやってる子供たちをこう見るべきか見ないべきかって結構、ね、悩まされてるもんね。教師の人たちだって普段だって授業とかもしててさ、寝る暇もなくなっちゃうもんね。大変だね、マクッタさん。もうあの子たちは。それなのに部室に顔出したら無視するし、態度悪いしで、ほんと腹が立つっちゃ腹しない。どうも顧問とロボ部の対立は根が深そうだな。アクタ…あ、違う沖手川ドーム、アクタさんと沖手川ドームってもうなんかすっげーな、もうもうアクタ川リスペクト。ところで沖手川という子、俺も部活で話しましたが、かなり優秀な生徒のようですね。まあすごい子なのは確かですが、彼が入ってきておかげでロボット部は実際変わりましたからね。以前のロボット部はロボット好きな子たちが集まって趣味で和気あいあいとやってるだけの部活でしたから、私がたまに顔を出しても漫画読んでたりお昼寝したり、へー、やる気のない文化部って感じだったんですね。だから私も最初沖手川くんの怪盗ランマを立つかのような活躍ぶりに惚れ惚れしちゃったんです。たった4人の部員で高度なロボットを作るための体制を整えたり、商店街から大きな予算を引っ張ってきたり、その予算だって100万以上ですよ。100万以上、すごいですね。いやそれだけ集めてこられる高校生ってすごいと思うよ。しかもスポンサーつけてるんやろ。どこがそんなん出してくれるんですか。偉人町の商店街ですか。いえ、いえ、沖手川区の地元東京の商店街らしいんですが、昔馴染みらしくてうまく口車に乗っけたようです。はあ、はあ、すごいやつですね。もう聞くことはない。もういいの。芥田先生ありがとうございました。気になることは一通り聞けたかと思います。告白聞きたかったけどね。そうですか、疑問が解消したらよかったです。何、放課後二人で歩く。三上先生どうですか、ロボット部の子たちとは馴染めそうですか。正直まだ距離を感じます。そうでしょうね、あの子たち大人が嫌いだから。やれやれ、まあ、あの年代の子によくあることですよ。大人は分かってくれないって思ってるようです。あ、それって芥田先生が RE ロボコンテスト出場に反対してるからじゃないか。は、なんかいろいろ吐き出したらすっきりした。それでは私はこれで。お前だけすっきりしてどっか行くな。こっちモヤモヤじゃ、告白されんかったから。芥田先生いろいろ溜め込んでたんだな。これロボ部行ったら話進むの。矢上さん、では矢上さん練習試合に向かいましょうか。今後の改良のため矢上さんの得たフィードバックを開発に生かさせてください。おお、おお、任せげ。さあ新しいパーツが解放、カスタマイズ、何今これなんかアニメのオープニングかなんかかな、この BGM 始まっちゃった、なんか青春ドラマ始まっちゃった。あ、これで試合開始。 OK、 試合を開始します。 Let's go。 さあやってまいりました、赤チーム VS 青チーム。青チームは星稜高校の井村拓也が操縦します。矢上行きますと、アムロ行きますみたいに言うね。さあ対する対戦相手は大塚工業高校ですね。さあまず先手を取るのはどちらのチームなのか。先手を取るのは赤チーム、大塚工業高校。このロボットコンテストの大会では実力派のチームとは言われています。おっと先に取られてしまうか。おっとここで矢上のチーム、仲間がブロックを一つ取った。さあここをつなげていくために、青の陣地をつなげていくために、さあリーダーのロボットがここに置いてく。よいしょよいしょ、置いてく。はい、でここですね。うわ、また取られた。こいつなかなかやるな。
相手のチームのロボットはやられたな。何ですと？ごめんなさいね、ごめんなさいね。相手のチームのロボットは操縦するのが早い、動きが早い模様ですね。さあ、ついでにこの先に進めるのか。ここで陣地を一つ奪った。さあ、このままさあ、新たにもう一つバトルが出現。ブロックを取るのはどちらか。チームが取った。先に攻撃を仕掛けろ。もう一度攻撃を仕掛けられるか。さあ、やばいぞ。陣地がどんどん取られていく。さあ、どうする。さあ、赤チームがまた、いいですぞ。さあ、青チームのロボット、マジかよ、特に動いてない。お前使えねえな、まあ、ほんと。ここ取れねえんだ。よし、青チーム取れ。よし、ナイス。いける。ここならいける。これで決まるんじゃない。ここか。よっしゃ、OK、もう一個、いいですぞ。うわ、やべ、取られた。繋がってない。ここ繋げないといけないんだ。やばいんだ。繋げないといけないんだ。お前何してんの。お前同じチームのやつ。お前ほんと何してんの。ここ繋げましょう。ここ繋げるのね。待って、繋げるのむずいよ。こうね。こうね。そういきます。あ、やばい。お前、青早く取る。お前、青早く取れ。お前、何してんの。もうこれ完全にやられちゃってますよね。ねえ、青チームのロボット、味方のロボット、お前ら一体何してんの。よし。これ必要。ちょっとどけお前。何ですと？よし、キューマス。いいですぞ。何？ほら。うわあ。すまない。むず。何この音楽？ねえ、どうしてピアノなの？悲しいな。さあ、大塚高専、お前ちょっとあそこは遠いよ。これダッシュみたいなのってどうやってやるんだろう。行け。おい、 AI お前何やってんの。ちょっとどけ。お前 AI あそこ取れ。AI こいつマジでダメじゃん。よっしゃ、いいですぞ。よし、左側の取り行こう。よし、大塚高専、邪魔だ。お前てめえよ、邪魔だ。OK、 ナイス。いいね、いいですぞ。これでどうや。あ、違う、ここ。よっしゃ、よし。いいですぞ。こいつマジかよ。やばい。おい、AI がマジさ、いい、ね、AI お前何やってんのマジ。そうしますか。よし、 AI お前マジかよ。これ勝てなくない。いいですぞ。ねえ、これ AI マジクソじゃん。いいね、バカ。やられたな。これゲームスキルでどうにかなるってレベルじゃねえぞ。ちょ、お前早く取れ。お前早くバックしろ。そうだ、オッケー、ナイス。これでどうや。よっしゃ、シェー、最高の気分だぜ。まあ、ゲームスキルがものを言ったね。勝った、ようやく勝ったな。
テストは順調といったところか。うん、お前らのな、作った AI が雑魚なんだよ。カスなんだよ。な。あれ？起きてが。なんか動かなくなっちゃったけど。え？ダメだ。うんともすんとも言わない。おかしいですね。あ、もしかして。さくら。さくら、何か心当たりが？実は、操作を受け付けなくなるバグが。はあ？なんだって？まだ治ってないのか。でも、あの後は動いたんです。その後だって何度試してもバグを再現できなくて、練習試合で時間もなかったし、大丈夫だと思って。何々？どうして報告しなかったんだ。試合中にバグが発生したらどうするつもりだったんだ。めっちゃ怒ってる。そういう態度がちょっと言いづらいんだよ。ねえ、沖田川くん。もしもこれが本番だったら、びっくり。すいません。すみません。頼んだ。バグは特定しておくんだ。次の試合までに。はい。はい。すると、何度も言ってるが、ほうれん草忘れないように。はい。はい。すいません。報告しなかったのは確かに問題だが、ちょっとかわいそうだな。さくらくん大丈夫？僕はどうしていつもこんなんなんだろう。さくらくん。うわぁ、なんか重々しい空気流れてんな。